作れました岡山。お、今度は抜け出して岸田シュート、先制ゴール。折り返して最後は茂木がゲットしました。岸田のえぐりから最後は茂木、水戸ホーリーホックが先制。2019年開幕のゴールは茂木。いやこれね、スルーパス、はい、中野選手届かなかったんですよ ね、 そうですね。でもよく上がっていきましたね、岸田選手よく狙ってましたね。茂木もしっかりと枠を捉えました。やはりあの前半七井選手って左サイドって言ってたところで、はい、まあ、ひょっとしたらもう右のバランスも崩してもいけって言われたのかも、